こんにちは。痛み通り7月11日号です。まずは保育士就職相談会あっと痛みのお知らせです。7月23日の土曜日午後1時通り痛みホール6階の中ホールで行われます。内容なんですが、私立保育所などへの就職を希望する人の質問や相談を現役保育士が受け付けるというものです。無料となっていますので、当日直接会場へお越しください。そして子どもの同伴も可能となっています。お問い合わせ先です。すくすくキッズ保育園、電話番号は072-743-9090、そして伊丹市教育委員会事務局教育保育課、電話番号は072-784-8035となっていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。それでは今週の痛み通り姿勢情報からお届けしてまいりましょう。さあ続いては姿勢情報となります。担当は藤井加奈子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。阪神電車尼崎センタープール前駅を降りてすぐにあるボートレース尼崎、今年4月に施設のリニューアル工事が完了し、新たに生まれ変わりました。きらめく水面に水しぶき、走るボートのスピードと迫力は多くの人の心を魅了しています。年間を通して数多くのレースが開催されるボートレース尼崎のボートレースには伊丹市が主催するものがあり、レース開催の収益金は地域の福祉向上のための財源として生かされています。そんなボートレース尼崎が今年4月にリニューアル、よりエキサイティングに、そして大人も子どももより親しめる施設に生まれ変わりました。今回は新しくなったボートレース尼崎の各施設をはじめ、ボーネルンドと提携し親子で楽しく過ごせる場所として新設されたボートキッズパークモービー尼崎をご紹介します。ボートレースの楽しみ方から施設に関するお問い合わせまで、ボートレース尼崎のことなら場内のインフォメーションのアクアコンシェルジュをお尋ねください。アクアコンシェルジュの方にリニューアルしたボートレース尼崎をご紹介していただきます。まずはボートレース尼崎の入り口、正門と西門がかっこよくなりましたね。そうですね、正門はメインスタンドに近くなりまして、よりコンパクトになりました。地域の皆様にもボートレース尼崎が新しくなったことを印象付けられたと思います。西門は駐車場と駐輪場が新たに併設されました。自動車や自転車でのご来場がより便利になりました。自動車や自転車でも来場しやすくなり、より便利になりましたね。はい、そうですね。その他にもどういったところがリニューアルされたんですか？正門の、メインスタンドの間のイベントステージが新しくなりました。ここでは定期的にコロナ禍が明けたらイベントを開催する予定です。ここからは場内を移動しながらご紹介いたします。今回のリニューアルで新設されたおすすめの場所の一つ、エキサイティングゾーンです。水面を少し高いところから見ることができるんですね。はい、そうなんです。最も盛り上がる大スターマークで繰り広げられるボートの攻防戦を一番近くで見られる特別観覧エリアになっています。続いてはメインスタンド3階の有料席にやってきました。たくさんのシートがありますが、こちらも今回リニューアルされたんですよね。はい、
お一人でゆったりと楽しみたい方から、カップルやご家族、お友達同士で楽しみたい方など、さまざまなタイプのお席をご用意しました。それぞれのテーブルにモニターが備えられているので、お席でゆったりとレースを予想して、レースが始まるとゴール付近で見られるのは嬉しいですね。はい、続いてこちらは4人までのグループで楽しめるグループシートです。レースの模様や情報はモニターでお楽しみいただけます。うわー、贅沢な空間ですね。はい、こちらは、さらに大人数で楽しみたいというお客様に向けて2種類のプライベートルームを設けました。個室だと他の来場者の方に気兼ねすることなく、家族や友人たちと自分たちだけでボートレースを楽しむことができますね。はい、グループで盛り上がりたいって方にはぴったりですね。はい、また有料席ではフリードリンクになっており、お席で好きなだけ飲み物が飲めるようになってます。来場されたお客様にボートレースならではのいろんな楽しみ方を味わってもらいたいですね。今回のリニューアルの目玉はこちら、ボートキッズパークモービ天ヶ崎。ここはボートレース天ヶ崎とボーネルンドが遊びを通して子どもたちの成長を応援するために作った広場です。発達段階に応じて分けられた3つのゾーンにはさまざまな仕掛けがたくさんあり、子どもたちが体を動かすことの楽しさに触れ、みんなと一緒に全身を動かして遊ぶことができます。ここからは伊丹市の坂田さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。お願いします。ボートレース場にこうした子どもたちが本格的に遊べる場所ができて、ますます親子で一緒に楽しめるようになりましたね。そうですね、ボートレース天ヶ崎がボートレースを楽しむ場所だけではなく、地域の親子の新しい場所として親しまれることを目指して開設しました。親子の新しい居場所ということなんですが、ボートレースではなくモービ天ヶ崎を目的に遊びに来てもいいんでしょうか？もちろんです。モービ天ヶ崎はボートレース開催日以外で空いている日もありますし、場所も西門のすぐ近くなので、西門まで自動車や自転車で来られてモービー目当てで来ていただいても構いません。大人の利用料の中にボートレース天ヶ崎の入場料が含まれているので、それでもお一人様300円で遊べるので来場しやすいと思います。1回300円で遊ぶことができるのはかなりリーズナブルですね。何度も足を運びたくなります。また子どもの対象年齢も生後6ヶ月から12歳までと幅広いんですね。乳幼児のベビーゾーンで親子で一緒に体の感覚を育む遊びを、少し大きくなった幼児期のお子様はアクティブゾーンで走る、飛ぶ、登る、滑る、回るといった成長に必要な基本的な動きを引き出します。そして小学生はより速く、より高いといった高度な運動にチャレンジできるように設計されています。それぞれのゾーンの境界は仕切りがあるので、大きいお子様と小さいお子様がぶつかり合う心配もありません。見ているとスタッフの方も子どもたちと一緒に遊んでいますね。プレイリーダーと呼ばれるしっかり研修を受けたスタッフを常に配置しておりますので、子どもたちの遊びを手助けしてくれます。普段お家ではできないような遊びができるのもモービー天ヶ崎の特徴です。利用されている親子にお話を伺いします。こんにちは。モービー天ヶ崎を利用していかがですか？いや、あんまり遊ぶところがないので、すごいこういうところがあって助かります。小さい子でもこうやって安全に遊べるところがいいですね。利用されていかがですか？初めて来たんですけど、思ってたよりも広くって、で子供もすごい走り回ってて楽しそうに遊んでるので、すごくいい場所だなって思いました。なんか最近結構有料で高いところも増えてるので、これだけ安くて、これだけ広くって、これだけたくさん遊べるところはすごくありがたいなって思いました。なぜ来られようと思ったんですか？競艇がもともと好き でそのつながりで調べてて、こういうところがあるんやっていうことで初めて来てみました。2年ぶりに来てびっくりした。こんな綺麗くなってるから、ママと初めて来ました。あ、お孫さんとなんですか？はい、ね、
楽しいね。楽しい？気持ちいい。また来ます。あ、お近くにお住まいなんですか？今日は西宮からです。近くにこういった施設があっていかがですか？はい、すごく便利でいいと思いますけどね。今まで伊丹の方に行ってたんで。あ、僕はどうですか？楽しいです。何が楽しかった？これ楽しかった。また来たい。また毛尾天ヶ崎を出たすぐのところには芝生広場も完成しました。こちらもリニューアル後の新しい憩いのスポットになっています。最後にフードコートにやってきました。今回のリニューアルでは場内各所に点在していた飲食店舗がメインスタンドに集結。メニューが大幅に増えるなど充実したフードコートになりました。ボートレース尼崎の名物たこ焼きをいただきます。6個100円なんですって。安いですね。いただきます。うん、中にこんにゃくが入っていてソースの香りが効いていて美味しいですね。何度見てもその迫力に圧倒されるボートレース。今回のリニューアルではボートレースをより楽しくより親しめる様々な工夫が施されていました。皆さんもぜひボートレース尼崎へお越しください。今回は4月に新しくリニューアルしましたボートレース尼崎をご紹介しました。ご家族で行くのもいいですし、初心者でも気軽に楽しめるようです。皆さんぜひ遊びに来てください。さてボートレース尼崎の開催日なんですが、7月は SG 第27回オーシャンカップ、8月は第50回オール兵庫王座決定戦など大きなレースも開催されます。他のレースなど詳しくはインターネットなどで検索してください。姿勢情報担当は藤井加奈子さんでした。ありがとうございました。